今日の内容に入っていきましょう。で、まずじゃあ計算機数学ですね。タイトルから入っていきます。まずこの授業の内容なんですが、一応この授業科目名は計算機数学となっております。しかしながら、その計算機数学といいましても、それは非常に多くの分野や内容を含んでおりまして、なかなか抽象的ですので、もう少し具体的にこの授業で扱う内容を書きたいと思います。この計算機と数学の2語の間にちょっとフレーズを補いますけれども、まず計算機上でっていうんですね。計算機上で。主に、例えば整数ですとか、整数ですとか、あと多項式に対する。ですので、ここで対象は、整数や多項式がメインということになります。で、代数計算を行うためのって書きましたので、ちょっと代数計算がどういう計算を指すかについてまた順を追って説明します。こういった感じで、計算機数学と書きましたけれども、もう少し具体的に言うと、その計算機上で主に整数や多項式に対する代数計算を行うための数学を中心に説明していきます。あと板書なんですけれども、一応、黒板を進めるたびに、右上に、1枚目、2枚目というふうに、番号を振っていって、こう、どの順番に黒板使っているかが、わかるように努めておりますが、もし番号の振り間違いがあった際には、適宜、教えてください。で、その特徴ですね。今回この授業で扱うその計算機数学の特徴を、いくつか挙げておきます。で、一つはその代数的であるということと、この今のその先ほど書きました代数計算の意味をもう一度説明しますけれども、主としまして、その加減乗除ですね。その、数や多項式といったその対象の加減乗除、それから、
代数的な性質に基づく計算といったものです。まあ、代数的な性質というのは、その、まあ、例えば、まあ、群とか間の性質ですとか、それから、まあ、整数量の性質などを使った、計算ですね。こういった、計算をここでは、その代数的な計算と呼ぶことにしまして、で、まあ、この授業で扱うその計算は、主にこのような代数的な計算を中心に扱います。それから2つ目の特徴ですが、2つ目は構成的と呼ばれるもので、構成的というのは、その具体的な計算手順を、具体的な計算手順を伴う数学を扱います。よくその数学のいろいろな、対象の性質というのは、我々こう定理を証明することでこう議論を進めていきますけれども、例えばその配理法といったような証明の仕方もあるわけですね。でもこの授業ではその必ずそのある何かが存在するという性質を示すためには、その存在を実際に、その対象物を実際にその計算する手順を示すことで、そのものが存在するということを示していくということで、その、代数的な性質を示すと同時に、その計算手順も考えながらその議論を進めていくというのがこの数学の特徴です。で、その具体的な計算手順というのはよくアルゴリズムと呼ばれます。でもアルゴリズムについてはまた後ほどですね、それを扱うときにもう少し詳しく説明していきますが、この構成的というのが2つ目の特徴です。ちょっと下の黒板は多分下の方が見えにくくなると思うので次の2を移りますけれども、もう一つの特徴ですが、実際的と呼ばれるとか僕が呼ぶものです。で、これには一応2種類考え挙げておきますけれども、一つ目はその理論の正しさに加えてその効率を重視するという点です。で、この計算基礎学で扱う数学といいます数学では、それらの多くが、実際に、計算機上で計算することも、視野に入れながら、作られている理論です。ですので、もちろん理論的に正しく計算できるということを保証するのは、もちろん重要なんですけれども、それに加えてですね、現実的な時間で計算できると。で、例えば、皆さんと、今皆さんが現実の社会で例えばインターネットなどでよく使うのに、その暗号といったような技術がありますけれども、この暗号の技術というのは多くの人がこう推測できるようにその数学的な理論に基づいているわけですね。そうするとその暗号や複合という操作があって、でそれらはその例えば皆さんと僕がその通信をする際に、その僕とその相手である皆さんとの間では安全にというのはちゃんと情報がですね、きちんとその途中で変わったりしないでやり取りできなければならない一方で、その僕と皆さん以外の第三者にはその内容がわからないように、
その秘匿性が保たれたように保たれてこう通信される必要があります。まあ、そういった意味ではその理論の正しさというのは絶対必要なんですけれども、ただその暗号文で、ね、通信をしようと思ったのに、例えば暗号化をするのに1日かかって、複合をするのに1日かかってっていうようなことだと実際には使い物にならないわけですよね。で現実に、例えばその第二次世界大戦中にですね、そのドイツ軍が使ったそのエニグマという暗号をそのイギリス の, 情報機関がでその数学者のアラン・チューリングという人が中心になってその暗号を解読した際には、それぐらいの時間、何日も時間かけてそのなんとか解読にこぎつけたということもありましたけれども、現実にはその暗号通信中にそういうそのぐらい時間がかかってはこう実用にはならないということなので、そのまあ正しい暗号通信が保障されると同時にその効率も重視されるという点が特徴だと思います。で、もう一つは、まあ、効率とも関連しますけれども、もう一つはその実際に計算機上で動作することということでありまして、でまあその理論が正しくてその効率的でもあるそのアルゴリズムならば、まあ、大抵は今の我々が使っている計算機上では動作するとは思いますけれども、一応その特に昔はその今と比べてですね、計算機 の, その能力も資源も非常に限られておりました。ですので特に昔はこの実際に計算機でその時代にですね、そのところにあった計算機の上で動作ちゃんと動くプログラムを作れるっていうのが大事だったと思います。で現在ではまあ、多分昔のですね、その、まあ、スーパーコンピューターぐらいの上回るような能力が多分皆さんが一人持ってる個人のスマートフォンなんかにも備わっていると思いますので、だいぶそういった昔の問題に対しては解けるようになってきたかと思いますけれども、ただそれで世の中全てがうまくいってるかというそういうものではなくって、その計算機の能力が上がれば上がるほどその人間が解きたいと思うその問題の難易度もどんどん上がっておりますので、今でもそうですね、その今でもやはりその解くのが難しい問題というのは存在していて、それを解くためにいろいろな人たちがこの研究を進めております。そういった特徴もあるということを覚えておいてください。とここまでとりあえずそのこの授業の内容ですね、これから扱う内容について説明しましたが、何か質問ありますでしょうか。大丈夫でしょうか。はい。で、一応、その、これから先ですね、この酒井先生のテキストに沿って進めて、授業の内容を進めていきたいと思いますけれども、最初、まあ、酒井さんのテキストを見ていただきますと、まあ、1ページ、2ページ、3ページが目次でして、で4ページと5ページに記号の使い方などのルールが載っていますので、まあ、これからそのテキスト、資料を読んでいく中で、まあ、分からない記号があったら、ここの定義に戻ってください。でそれからあと、このテキストの5ページから6ページについてはそのアルゴリズムの書き方について若干書かれておりますが、まあこのアルゴリズムについては今後授業でそのまあ対応する内容が出てきた際に適宜補足したいと思います。ということで、それでは酒井先生のテキストの7ページの準備というところから説明を始めたいと思います。
この準備というところでは、その、この計算機で扱う数学を学び始める前に、まず、その、そもそも、その我々が対象とする計算機というのはどのような仕組みでできているかということについて、述べております。で、もしかすると、その、皆さんの場合ですと、大学1年の時の共通科目の情報で、こういった話をされたかと思いますので、まあ、もしかすると多くの部分は復習に当てられるかもしれませんが、随時確認をしてください。で、まず 1.1 節として、そのコンピューターの基本構成という説があります。で、一応ですね、このテキストの図にありますように、そのコンピューターの、標準的なコンピューターを構成する、そのいくつかの装置が上がっていますので、それを一通り上げてみましょう。で、まず最初に挙げますのが、その図にもあります中央処理装置と呼ばれるものでして、で、まあ、英語ですとセントラルプロセッシングユニットという名前ですので、頭文字を取って CPU とよく呼ばれます。で、今のそうですね、皆さんがよく聞く言葉としては、多分、パソコンを買う際にその Core i3 とか Core i5 とか、なんかそういう名前を聞いた人がいるかもしれませんが、それらは実はインテルという会社が作っているその CPU の機種名なんですね。で、まあその性能によっていろいろな名前がついております。それから携帯電話ですと、まあ何でしたっけ、いろいろ名前が聞きますが、あとはそのコア数ですね、2コアとか4コアとかいう名前も聞きますけれども、それらもこの CPU のについての性能、 CPU の性能についての説明をしているものです。で、CPU の種類も性能もいろいろですけれども、とりあえず全ての CPU には次の2つの装置があります。図にもありますように、その一つは演算装置で、もう一つは制御装置と呼ばれるものです。で、それらについて大まかに説明しますと、演算装置というのは文字通りそのこの、まあ、コンピューターの心臓部と呼ばれるもので、その計算を行います。で、どの程度の計算ができるかというと、皆さんご存知でしょうか。実はコンピューターというのは皆さんに比べてさほど頭は良くないと思うんですが、とも言えると思うんですが、実は二進数の加減乗除ですね、本質的には。そのぐらいしかできないんですね、算術演算は。で、あとは、その、プログラムを、その、もしくはアルゴリズムを実行するのに必要な、その条件分岐ですとか、そういった判断ですとか、それから、その、まあ、その命令を読み取る部分機能ですとか、それから命令を読み取ってそのアルゴリズムのどこへこうプログラムの実行を移すといったそういう機能ぐらいですね。で、こう我々が数学と思っている算術的な演算はその指則演算に毛が生えたぐらいの
能力しかありません。ですので、我々人間の方がそういう意味でははるかに知的な能力を備えているようにも思います。まあ、その辺はどう思うかは皆さん次第ですけれども、まあ、そういったことですね。それからもう一つ大事なのは制御装置と呼ばれるもので、これはその他のですね、このコンピューターを構成する装置を制御する、例えばデータのやり取りをしたりとか、それから動作の命令を出したりとか、そういう部分があります。以上がこの CPU の機能ですね。それから、じゃあ次に挙げます図であります、主記憶装置、括弧メモリーというところを挙げておきます。で、これはその、コンピューターの主要な機能としては、その情報をこう蓄積もしくは保持しておくという機能もありますので、で、その中でもこの主記憶装置というのは中心的な役割を果たすものです。で、一応その特徴をいくつか挙げておきますと、まずその記憶情報を記憶したりそれから読み出したりするときの速さっていうのがその次に述べます外部記憶装置に比べると比較的速いという特徴があります。で一方でその電源を切るとですねその記憶している内容が消えるというものが多いです。で一応断っておきますと、その消えるものが多いという曖昧な書き方をしたのは、その電源を消えると常に内容が消えるというには限りませんで、機械によっては電源を切ってもその記憶内容が保持されるようなメモリもあります。ただし、それはかなり特殊な部類でして、あまりその広く使われてはいないと思いますので、皆さんがそのよく使っているパソコンや携帯電話などでは、このメモリというのは基本的に電源を切ると内容は消えると思っていただいていいと思います。で、次に挙げますのが、その外部記憶装置と呼ばれるものです。で、この外部記憶装置は、その主にその先ほど挙げました主記憶装置メモリの機能を補う目的が大きいものでして、でまずその記憶や読み出し情報の記憶や読み出しの速さというのはこのメモリに比べると若干遅い面があります。記憶や読み出しの速さは一般にメモリに比べると比較的遅いです。で、その代わり、
電源を切っても内容が消えないという、消えないで保持されるという特徴があります。で、電源が切っても内容が消えないようなその媒体ですね、その物理的な物質って皆さんどんなものが思い当たるでしょうか。と、一応ちょっとその外部記憶装置の変遷を紹介しますと、大昔はですね、そのどういう媒体で記憶をしていたかというと、紙っていうのが結構ありました。これ実は僕自身も、このパンチカードというものは僕自身も使った経験がないので実物は持ってこられなかったんですけれども、そうですね、大体皆さんがよく授業アンケートなんかで使うマークシートぐらいの細長い紙、厚紙ですね、その情報の符号に応じた穴を開けて記録するというものでして、でその、まあ、その穴の状態で、穴の開き具合でその例えばプログラムなんかを記録したというものがあります。それからまあ、カードですとその1枚に保持できる情報の量が少ないですので、こう紙テープですね、こう長い紙テープにこう穴を開けてこの情報を順番に記録していったというものもありました。で、まあ、その次によく使われるようになったのはその時期です。その、まあ、時期を記憶することでその情報を記録したというので、あとで紹介しますけれども、フロッピーディスクという呼ばれるものが使われておりました。で、これ容量がですね、大体 1.5 メガバイトです。1.5 メガバイトというのはどのぐらいの容量かというと皆さん想像つくでしょうか。多分皆さんが今時のスマートフォンで撮った1枚の写真は入りきらないと思います。で、昔はこの容量のフロッピーディスクという媒体に、そのパソコンを動かす、まあ、今は Windows ですけども Windows 前身の MS-DOS といったシステムですとか、それからワープロソフトですとか、それから自分で使う文書類のデータなんかを全部入れて使っておりました。で、あと、M を光磁式ディスクなんていうのもありまして、でこれはのフロッピーディスクとほぼ同じ大きさだったんですけれども、もう少しその、まあ、容量が大きくなりまして、約640メガバイトぐらいの容量を持っていました。ちなみにこの約640メガバイトというのはの CD ですね。まあ、もうこのご時世、音楽 CD をこうディスクで買う人は少なくなったかもしれませんが、この CD の容量とほぼ一緒です。で、まあ、現在多分皆さんがよく使っているものは例えば USB メモリですとか SD カードではないあたりではないかと思います。
で、まあ、その要領も、まあ、以前は数百メガバイトぐらいのものがよく持って回っていたと思いますけれども、最近は、まあ数十ギガバイトぐらいのオーダーのこう容量のものも珍しくなくなってきました。まあ、皆さんの中にも使っている人が多いのではないかと思います。というわけでですね、一応まあそのコンピューター の, 基本的な装置について説明しましたけれども、ここでですね、まあ、せっかくの機会ですので、その、まあ、皆さん多分実際にパソコンなんかを使っているんではないかと思います。あと、まあ、ここのサテライトの端末も使っていると思いますが、そこで動いているようなそのコンピューターの今の機器ですね、装置を実際にこれからお見せしたいと思います。ちょっと暗くします。実はこの皆さんの前にですね、こうパソコンを1台持ってきたんですけれども、なかなか前では見づらいでしょうから、まあ、よくこうテレビ番組でやるようにこうカメラを使って中に入れて、でここに中の詳しい様子を映したいと思います。で、まあ、こちらにありますのが今日持ってきたパソコンでして、まあ、大体そうですね、今皆さんが使っている規格のまあパソコンとして作られているのと同じものです。ただしこのマシン自体はちょっと古くて、まあ、7、8年ぐらい前のものなんですけれども、まあ、基本的な構造は今でもそれほど変わりありません。で、ここに3というなんかマークがありますけれども、この3マイクロシステムズという会社は、今からそうですね、20、30年ぐらい前にその科学技術計算 の, ワークステーションと呼ばれる計算機を出して一世を風靡した会社です。で、僕らが大学院に入ったのがほぼ20年前でしたけれども、その頃はその数学の論文を書くための TEF というシステムはユニックスというオペレーティングシステムでしかほとんど使えなかったものですから、でそのユニックスというオペレーティングシステムはこの3マイクロシステムズで、まあのワークセッションで動かすというのがかなり流行っていたの で, で僕らが大学院生の頃はこの3マイクロシステムのワークセッションをたくさん使いました。でしかしながらこう時代が状況がいろいろ変わってですね、まあ、この3マイクロシステムズという会社は今ではそのオラクルというデータベースの会社に買収されてその一部になってしまいましたけれども、まあ、そういった頃の、まあ、これは3としての割合最後の頃の製品です。ということで、ちょっとこれここが蓋になっておりますので、まずこの蓋を開けてみます。で、ちょっと中を見てみますけれども、まあ、中はこんな感じでこう いろいろ機械が詰まっております。でまず最初にですね、この機械がいろいろ詰まっている部分が一つの基板と呼ばれる、あ、どうもありがとうございます、ごめんなさいね、基板と呼ばれる板になっているんですけれども、この基板のことをシステムボードと呼んでいまして、このシステムボードはそのどのコンピューターにも必ずついております。で皆さんのノートパソコンにも、まあ、いろんな形や大きさだと思いますが、システムボードは必ずついております。でちょっともう少し近寄ってみまして、で真ん中にですね、この大きな穴がありますけど、これファンなんですね。で、実はこのファンの下にあるのがこの CPU です。で CPU は大きさは小さいのですが、かなり熱を出しますので、CPU 本体の大きさに比べるとかなり大きなファンをつけて熱を外へ逃がしています。でちなみに、CPU どのぐらいの大きさかといいますと、これですね、このぐらいの大きさですね。これは実際に最初にこのパソコンに入っていた CPU です。まあ、ちょっといろいろあって僕が別の CPU を買って交換したので、こんなふうに外に出して交換しておりますけれども、ちょっとじゃあカメラの前ですと、こんな形のをしております。ほぼ正方形でして、で大体
まあ、大きさが5センチ角ぐらいですね。ごめんなさい。それからあと裏側どうなっているかというと、このピンがぎっしり並んでいます。いけばなの剣山みたいな感じで、それよりも高密度にピンがいっぱい並んでいます。で、まあ、これらがそれぞれそのデータをやり取りしたり、それから CPU の制御に使う信号をやり取りしたりするものです。で、次に、この CPU の上ですね、この CPU の上にこう何本かこう部品が刺さっているスロットがありますけれども、これがこのマシンの、メモリですね。で、このマシンは合計その4枚のメモリを刺すことができます。で、ちなみに、このマシンのメモリの容量はっていうと、この2枚のメモリボードを使って 1GB ですので、その今時の皆さんのパソコンからしてもかなりそのメモリ容量的には劣っております。まあ皆さんのマシンの方が、まあ、性能は上がっていると思います。それ、一応そうですね、メモリがこんなところで、あと、外部記憶装置としましては、まず、ハードディスクというのがあります。こんな形をしておりまして、で、ちょっと一応実際に見せますと、このぐらいの大きさですね。で、ここに、その、まあ、コンピューターのオペレーティングシステムですとか、あと、ソフトウェアが入っていて、電源を入れると、このハードディスクからそのコンピューターが起動するという仕組みになっております。で、ちなみにそのハードディスクというのは、その英語を読みますと、その文字通り硬い円盤という意味になると思うんですけれども、と実際にこのハードディスクの中に円盤が入っております。で、こちらのハードディスクはもう使い終えたものなので、ちょっと実際に分解してみました。そうすると、このような形になっています。一応カメラで映すと、こんなふうにですね、中に本当に、無垢の、円盤が入っていて、ここに磁気でその情報を記録するようになっております。でそれから、あと、ここにあるですね、この細長いものがその磁気ヘッドでして、この磁気ヘッドが、まあ、皆さん、その今、アナログレコードを見たことある人ってどのぐらいいるかわからないんですけれども、まあ、レコードの、トーンがアームのようにですね、この円盤上をこう、半径方向に中心から端まで動いて、で、情報を書き込んだり読み取ったりということをしています。で、これが、大きさ的にはその 3.5 インチと呼ばれる大きさで、まあ、皆さんのその、据え置き型のパソコンによく使われるものです。で、一方で、ノートパソコンにはもう少し小さなハードディスクが使われておりまして、でこちらにあります 2.5 インチと呼ばれる、これですね。これがそのノートパソコン用のハードディスクです。ちなみにこのハードディスクも実際に僕が以前仕事で使っていたものです。それから、あと外部記憶装置としては、例えば、そうですね、まあ、先ほどその、まあ、CD の話にもちょっと触れましたけれども、例えば CD や DVD を読み込むドライブ、CD、DVD ドライブといったものがあります。でまあ、このマシンですと、ちょうどこの部分に入っておりますけれども、中身はどんなものかというと、まあ、こういったものですね。まあ、この入り口の部分は皆さん見たことがあると思いますが、その後ろはこんなふうになっています。で、大体こういったそのパソコン用の CD ドライブや DVD ドライブというのは一定の規格にのっとって作られておりますので、その規格を満たしたケースであれば、機種を適当に入れ替えて、こう付け替えることができるようになっています。あとは、まあ、これも使っている人いるかもしれませんけども、携帯用ですね、ポータブル型のその DVD ドライブなんていうのもあります。これは USB 接続で、まあ、使えるようになっております。それからあと、外部記憶装置でその昔使っていたフロッピーディスクっていうのがですね、
こちらですね。こういったプラスチックの四角い板です。まあ、テレビに、ビデオに映しますとこんな感じのものでして、で、ちょっと見えるかどうかわからないですけど、見にくいかな。ここが、上の部分がですね、シャッターになっていて、こうシャッターをこうスライドさせると、この中に入っている磁気、シート状の磁気ディスクがこう見えるようになっております。で、まあ、普段は、ほこりよけなどのためにこうバネで閉まる仕掛けになっていて、ドライブに入ると、ここから先ほどのハードディスクと同じようなヘッドがこう読み書きをするという仕組みになっております。それから、もう一つですね、先ほど MO ディスクの話をしたのですが、この MO ディスクの、メディアですね、がこれです。で、大体大きさは、その先、今挙げましたフロッピーディスクと同じ程度なんですけれども、容量がだいぶ違いますね。ですので、まあ、この MO ドライブ、MO ディスク1枚に、まあ、こちらのフロッピーディスクが、まあ、600枚とか、そのぐらいの情報が入るというふうになっております。で、あと、まあ、USB メモリは多分、この皆さん、よくお使いなんで、まあ、見せなくてもいいかと思いますが、ちなみに、これを僕の持ってるこの USB メモリが容量 16GB ですので、このフロッピーですと、まあ、単純計算で1万6000枚分ということになりますね。で、僕はちょっと1万6000枚のフロッピーを集めたことがないので、一体どのぐらいの容積になるかわからないんですけれども、まあ、とりあえず一人で持てないぐらいになるだろうなというのは容易に推測できます。まあ、そんな感じでこう情報の集積度はどんどん上がっております。あとですね、最後になりますが、一応先ほども何度か指摘しましたけれども、皆さんが使っているスマートフォンというのも、この計算機の仕組みから言うと紛れもなく計算機に入ります。範疇に入ります。今言ったような CPU ですとか、それからメモリですとか、外部記憶装置、それから入出力装置というのも備えております。で、ちなみにこの、電話機なんですが、まあ、何の変哲もない携帯電話なんですけれども、実は皆さん、今ですね、その Android OS の携帯電話を使っている人は多いかと思いますが、これは実は Android OS の最初に出た携帯電話の機種です。これ、Google が最初に発表したときに、発売したものと同機種で、正確には、Google がその開発用に販売していた、Android DevPhone 1という機種なんですけれども、皆さんの Android は多分バージョンが5か6だと思いますが、ちなみにこれに載っている Android のバージョンは 1.6 というやつで、非常にちょっと古いですね。あと、裏蓋にこんなふうに、なんかイラストが書いていますけれども、これは開発者版だけに書かれていたものだそうです。まあ、ちょっとたまたま持っていたので、ちょっと紹介してみました。あ、ちなみにあとですね、この、キーボード入力なんですけれども、こんなふうに、キーボード、スライドして開くキーボードが内蔵されていると、ちょっと変わった仕掛けの機械でもあります。おお、すいません、落としてみました。はい、といったところで、一応ですね、こう皆さんが普段接している、その計算機システムですね、と今の話のこう各装置の対応は、ちょっとは取れたかと思いますので、まあ、ちょっと覚えていてほしいと思います。なんかここまで質問はありますか？記憶装置というのはどういうシステムですか？僕も詳しいことはよくちゃんと知ってるわけじゃないですが、半導体使ってるはずなんですよね。誰か知ってる人います？まあ、もし何か調べて分かったら教えてください。はい、何かありますか？はい、じゃあ紹介はこのぐらいにしましょう。
とそれからあとそうですね、黒板にはちょっと書かない、省略しますけれども、入出力装置と呼ばれるものもあります。でこれは例えば、まあ、キーボードですとかマウスのようにこう外部から情報を受け付ける機械ですね。あと、まあ、スマートフォンですと、例えばカメラなんていうのも入力装置になりますし、それから、まあ、スマートフォンですと電話の機能もありますから、マイクなんていうのも入力装置に数えられます。あと出力装置は逆にその情報を外へ出す装置でして、例えば、まあ、ディスプレイですね。ディスプレイですとか、それからスピーカーといったものは、まあ、出力装置に含まれます。で、一応、こういった感じで、その主要な装置を紹介した後で、ちょっとそうですね、メモリの、配置とそれからワードについて説明しておきたいと思います。ここからの説明は酒井先生のノート、テキストにないので、適宜僕の方です。補足する情報です。計算機が扱う情報に関するものの話なんですけれども、まず計算機が扱う情報というのは、まあ、いろいろありますけれども特に大雑把に分けると命令とデータに分かれます。命令はその計算機に対して、まあ、どのような動作をしろと指示するもので、まあ、その命令をこう連ねたものがプログラムと呼ばれるものです。であとデータはそのこれも皆さんよくご存知だと思いますが、計算機が実際に扱う情報ですね。まあ、数です。まあ、非常に単純な情報ですと、数ですとか、文字といったものですとか、あと、もっと高度になると、例えば画像情報ですとか、音声情報といったものなんですけども、基本的には全部、ある一定の決まりにのっとった情報になります。で、この計算機が扱う情報の一番基本的な単位は、その0と1の状態ですね。これをビットと言います。で、ここでその0と1の状態を表すものというふうに書きましたけれども、まあ、抽象的にはその0と0か1の状態が表せればいいわけなんですが、その物理的にはその0と1を状態を表す何らかの物理的なこう区別が必要なわけですね。ですので、今の、例えばコンピューターですと、大体その電気回路でそのこう構成するんですけれども、その電気回路において、0と1を表すものというのは、例えばその電圧が高い状態と低い状態といった形でこう0と1の区別を表すようになるのが一般的になっております。でまあ、これをビットと呼びます。ちなみに全然関係ないですけど、今僕が共同研究先で行っている国立情報学研究所というのがありますけれども、そこにですね、キャラクターがおりまして、情報犬っていう犬なんですけれども、名前がビット君っていう犬なんですね。あまり知られてないんですが、ちょっと見かけました。で、まあ、このビットが N 個で、まあ、N ビットと表されます。それから、まあ、その8ビットをまとめた単位が1バイトというふうに表せることが一般的ですが、まあ、いろんなところではこの、まあ、ビット単位ですと非常に
数が多いですので、まあ、バイト単位、この8ビットをまとめたバイト単位でこう情報量を表すことがよく行われます。で、まあ、今日多分最後になると思いますが、この主記憶装置のメモリの配置と、それからワードという話をしたいと思います。で基本的にその計算機 のメモリの中身というのはこのビットの並びなんですけれども、まあ、ビットをずっと並べたのではこうなかなかそのまとまりがつきませんので、よくこういった形で表します。まあ、縦長の箱を書きまして、でこう下からこうちょうどあれですね、本を一冊積み上げていくような形なんですけれども、この一段一段にですね、こう1バイトずつ、こんな形でこう下から順番に1バイトずつのこう情報を積み上げていきます。で、まあ、ここで全体でですね、この n バイトの情報があるものとしましょう。で、この n バイトの情報をこのようにこう1バイトずつ下から順番にこう積み上げていった形でこう、まあ、抽象的にこのメモリの中身を表すことにします。で、じゃあ具体的にですね、このメモリの中身のどこっていうのを指すその単位として、そのアドレスという単位を使います。アドレスという単位としては、まあ、日本語で言えば住所ですから、一番下を0番地。アドレスはバイト単位で数えていきますので、その上を1番地。というふうにこう下から順々に積み上げていって、こう一番上というか末尾ですねが n-1 番地になるように定めたのがこのアドレスです。で、この、そうですね、計算機のメモリー、まあ、メモリ空間と呼びますけれども、このメモリーをこのように表して、まあ、この中に、こう、情報ですとか、で、情報ですね、命令です、コンピューターの命令ですとか、それからデータを入れていくという仕組みを取ります。で、次に、まあ、ワードという言葉についてなんですけれども、まあ、英語だとあれですね、ワードというワードになってしまって、こう、ちょっと紛らわしいですが、ワードという言葉についての説明なんですけれども、これは、まあ、一応、バイト単位でこうメモリを並べることもあります、多いですが、CPU の方で一度に処理する、もしくは CPU とメモリの間で一度にやり取りをする、このデータ量の単位のことをワードと言います。
CPU で一度に処理する、もしくは CPU とメモリの間で一度にやり取りをするようなデータ量の単位でして、まあ、最近では32ビットですとか64ビットというのが1ワードの単位としてよく用いられていますが、多分最近はこう64ビットが1ワードの単位でいろいろ情報が入れたりされるケースが多いかと思います。で、一応このワード単位のそのメモリの配置図というのもありますので、それを書いておきましょう。で、この場合はその先ほどの基本的なワードのメモリの配置はそのバイトごとにこう1段ずつ積み上げていきましたけれども、ワードが与えられている場合にはそのワード単位でこう1段ずつメモリを積み上げていく場合もあります。まあ、こんな感じでですね、その、この一個一個のマスが、1バイト、こうメモリを表します。まあ、こんな感じですね。で、アドレスの数え方は、バイトの時と同じように、バイト単位でアドレスを数えますので、例えば、これ、N バイトの時ですね。n バイトの時、まあ、n は4の倍数にしますけれども、n バイトの時に、アドレスは一番下が0番地。で、2段、その上が4番地。というふうにこう上がっていって、で最後は、で一番上は n マイナス4番地というふうに表されていくことがあります。で、まあ、この、図の一段一段が、1ワードを表します。この図の場合ですと、1ワード32ビットですので、この一段のに入っているビット数が32ビットということになります。こういった表し方もあります。というところで今日は大体時間になりましたけれども、まあ、次の今後の話の予定なんですが、まずテキストの9ページの全近記法については、これもう少し後になってから導入します。ですので、この全近記法のところは飛ばして、次回はこのテキスト11ページの第2章の数値と数式の表現、基本アルゴリズムというところから入っていきたいと思います。よろしいでしょうか。全近記法は飛ばして次回第2章から進んでいきます。ここまで何か質問ありますでしょうか。じゃあ、春学期こんな感じで続けていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。今日はこれでおしまいにしたいと思います。お疲れ様でした。